食べて紹介流山。この動画は実際に食べに行ってきた流山の店をご紹介させていただきます。このチャンネルでは千葉県流山市とその周辺地域の情報を少しずつ投稿していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市若葉台にある長八さんをご紹介させていただきます。長八さんは東武アーバンパークライン初石駅から約10分のところにあります。お店には駐車場もございますので、お車で来ても大丈夫です。営業時間ですが11時から15時、麺がなくなり次第終了。定休日は火曜日、第1、第3水曜日になります。新型コロナウイルス感染拡大のため営業時間、定休日が変わる場合もございますので、ご来店時は事前にお店の方へご確認いただければと思います。今回食べてきたメニューはネギチャーシュー麺760円です。麺は自家製手打ちの極太麺なのですが、もちもちと食感が美味しく、スープは醤油ベースに焼きネギとニンニクの香りがプラスされていて、濃厚な味付けで麺との相性もバッチリでとても美味しかったです。よかったら食べてみてください。準手打ちのため1日80玉限定だそうです。そのため麺がなくなり次第終了なのですが、人気店のため13時過ぎて麺が残っている可能性は低いです。また今回もお店のイラストを描かせていただきました。今後もこのような形でお店のご紹介ができればと思います。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市若葉台にある長八さんをご紹介させていただきました。お店が気になった方、一度足を運んでいただければと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。